いやー、マジでどうやるんだろれは。とりあえずここに置いていくんじゃないんかな。なかなか難しいコースを作りましたな。P スイッチしか使えるものは今んとこないもんな。そう、下から行ってもあのトゲがあるから、あれ以上行かれないんだ。これ使っても何も出てこんよな。何もないよな。これも何もないしな。他にだってコインがあるところもないよね。あれは絶対にローラーを止めるためにあるんだとは思うんだけど、スターでも隠されてないかな。単純にスターが隠されとったら、えってなるよね。見つけるだけだったんかってなるよね。ないよなー。スターがあればさ、とりあえずこれキラーに当たってヨッシーを向こうに走らせて追いかけて向こう岸で乗ればね、それで終わるんだけどね。距離はどう考えても乗ったままは引かれんし、これ落としてしまうな。 あー、でもあのピースイッチ絶対使うんよね。絶対使うんだと思うんよ。こっから降りれんけね。問題はそこないよね。P スイッチを押したらあれの効力も失われたりせんのかな。その瞬間だけ下行けるとかさ、ないよな。完全に分からんわ。我らがヨッシーって書いてあって、ヨッシー全然関係なかったらおかしいよね。ちょっと待って、ブラックパックンの間をすり抜けて落ちたところにコインがあるとか。まあ何してもヨッシー関係なくなるけどな。ああ やっちまった。そこだけでも確認しとかんとね。そこ確認して何もなかったら絶望的よね。これ、わかる人すごいな。もう踏んでいってもいいか、別に。てい。なんもないよな。やっぱここは駆け上がっていく感じよな。はあ。どうにかあのローラーの向きが反対になったりせんのかね。
っちから行って、お、いけるじゃん。やってみるもんじゃな。やばいやばい、押せ、よし。あ、マジか、いけた。おお、そういう子、それだけでよかったんか。やっぱ何でもやってみんとわからんな。これはヨッシーを捨てていくのか。倒せるじゃんこれ。いやー、何でもやってみるもんだ。これヨッシー捨ててって大丈夫かな。あー、あったあった、よかった。よし、うわー。悔しい。よし、ちょ、仕組み分かったけ、次回クリアしたい。終わります。ありがとうございます。